皆さん、あゆみチャンネルへようこそ。ナレーターの小春立花です。久しぶりに動画を作ってゲームを遊んでいきたいと思います。今回はカイロソフトの大盛りグルメ食堂というゲームを始めたいと思います。まず何屋さんになるかな。日本にもおなじみの和食にしよう。名前はレストランなので口コミも重要で、高評価くれないと出れないレストランにしました。あ、内容を短くしてください。じゃ、まあ多分最初はシェフが足りなくて煮崩れするので煮崩れ食堂にします。では早速ゲーム開始。ウワイトレスコが来た。はい、こんにちは。あ、秘書ですね。よろしくお願いします。この名前で大丈夫かな。はい、頑張ります。まずはテーブル席を設置するんですね。手持ちは50万円ですね。業務用テーブル15万必要だけど高すぎないか。買うしかないよね。おお、早速オーブンしました。7席しかないけど。おお、なんか来ました。満腹新聞最新号ですね。なんか開店おめでとうと言っている。今んとこシェフが1人、店員が1人ですね。操作を慣れているうちに夜も来て初めての営業が終わりました。メニュー開発ができるんですね。メニューは親子丼かな。食材は朝どり卵と秘伝のタレ。作り開始。深夜しか進んでくれないの？今日も開店。店長、はい。求人募集ができるようになったね。3万って高いな。いや、なんで冷蔵庫の奥に25万もあるんだよ。じゃあせっかくなのでテーブルを買いましょう。おお、応募が来ました。武蔵坂井千秋、磯子めぐ子、ジューク登場。シェフは多分一人で大丈夫で、店員をもう一人かな。よし、能力が最も高い磯子めぐ子にしよう。もう来たんだけど、早いな。待て待て、なんか親子丼を9個も食べた人いるんだけど。これがあるうちに店のスペースを埋めていきましょう。お、開発中の料理がついに 50% になった。
遅いんだよ。また募集できるけどお金が足りない。あっという間にまた夜が来ました。なんかこのシェフ朝働いて夜メニューを研究してるんだけど、はい、ついに完成しました。価格も味も魅力も上がったね。次はうどんに醤油と卵を入れてみよう。またお金があるので募集しましょう。店員はもう埋まっているので今回はシェフですね。おお、小笠原純は和食の達人ということで採用。これで4人体制になりました。今回はなんだ、食材を探しに出かけるの？近所の増木林、険しい裏山、近所の農家、冒険じゃないか？お宝もあるし、しかも高いよ。2万かけて食材4個とお宝1つだけ？なんかまたうどんをもらった。レシピもある。焼きおにぎりですね。材料のおにぎりがないんですけど。IT 会社員が来ました。こんにちは。なんか IT 会社員からお味噌汁もらったんですけど。まあメニューをセットしましょう。メニューに親子丼2つあるけど大丈夫かな。また新聞来ました。いやいや、新しいメニューだけで新聞載る価値ある？まあいいか。おお、開発中の料理が相性がいい。店長、はい。順調に伸び、200位以内、低いんだよ。
親子丼が大人気で、なんと行列ができました。でももう埋まってるんだから外で待ってろ。また求人募集できるので、また募集しましょう。いや、みんな食べ過ぎじゃない？はい、来ました。今回は早乙女乙女、木野村美雪、五本木ひろしが来ました。一番能力が高いのは早乙女乙女なので、この子にしましょう。あ、定員オーバーになりました。じゃ、能力が低いもともと入っている子を控え室に。お、研究も完成しました。なんか価格が上がらないんですが、次はすまし汁に厳選味噌を加えてみます。厳選味噌は相性最高なので。今日も開店。もうあっという間に9月になりました。おお、知らない間に店員のレベルも上がっていく。トレーダーが来て焼きうどんをくれた。焼きうどんはうどんと醤油ぐらいで自分で作れるかな。お話があります。何？新店舗早すぎないか？この店は確かにまだ200位だけど。っていうか2号店に出店するお金がないんですけど。また冒険に行くんですね。今回は険しい裏山に行く。3万円、高い。また宝箱出てきて、メニューにトーストが追加された。本棚も出てきた。食堂に本棚は普通なの？今回は手芸家が提案をくれました。ポイントカードね。1店舗しかないこの煮崩れ食堂にポイントカード導入はどうかと思うけど。まあ導入するか。お金あるし。将棋棋士も提案。清掃ボランティア。将棋と全く関係ないじゃん。そして今日の営業も終わりました。
パンプキン紹介、はじめまして。全国の食材、食材を購入できるショップですね。なんか開発中にオーラ出てる。そして開発完了。今回は微妙ですね。次は焼きうどんに醤油と厳選の塩を加えていきましょう。夜になったらトレーダーがまた来た。なんか新イベント期待されてるけど。そしてポイントカードでお客さんが好評。メニューも見つかりました。ライスだと、これまでにライスなかったのかよ。そしてなんか新イベントはミネラル水を飲む会らしい。どういう会だよ。そのよくわからない大会より先にやりたいのは清掃ボランティアかな。まさか夜中に肌着販売員が来ました。しかも会員にもなってる。肌着販売員が来店できるようになりました。って今まで来店できなかったのかよ。そしてまた朝がやってきました。ここで小笠原さんが和食の知識が取得した。いいね。今回は大掃除をするという計画ですね。清掃ボランティアまだやっていないのに。おお、ついに清掃ボランティアが開催できて効果がありそうです。どういう効果なのかな。この秘書がレシピをひらめいた。和風パスタですね。グルメ小学生が来た。どういうことだよ。学割が提案してきた。あまり儲けていないのにしばらくはやらないかな。今はまず大掃除ですね。そして1年目が過ぎました。新年を迎えて焼きうどんもできて、今回はここまでにしようと思います。次回はなんとか学割も2店舗目にも行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。再開の初めての動画ですが、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ナレーターの小春立花でした。また次回の動画でお会いしましょう。